ロップバッハは、ドイツビュルテンベルク州ラインネッカー軍に属す、マチソン。ロップバッハは、ラインネッカー大都市圏に含まれる。暗いヒガウ北部、小ーーデンバルト周辺部の標高を160メートルから425メートルに位置する。ハイデルベルクから23キロメートル、モースバッハから20キロメートル、バルドルフから26キロメートル、ジンスハイムから19キロメートルの距離にあたる。 町の名前の由来となったロプバッハ川が町を構成するローベンフェルト地区とバルトビンマースバッハ地区の両地区を貫いて流れている。隣接する市町村は北から時計回りにネッカーゲミュント、シェーンブルーン、ライヒャルツハウゼン、エプフェンバッハ、シュペヒバッハ、メッケソハイム、ビーゼンバッハである。ローベンフェルト地区は中世世紀に かつてのローマ人入植地跡を開墾して成立した。最初は土着領主の農場があったが、1145年にフランケンタール修道院の所有に移された。1167年にローベンフェルト修道院が設けられ、その所領となった。ローベンフェルトは1229年に初めて文献上に記録されている。領主権は宗教改革までは修道院が有し、 1330年からはさらに、プファルツ選定校の保護下に置かれた。ローベンフェルト修道院の廃止後、領主権は正界監督官の下に置かれたが、次第にアムトディルスベルクの管轄下に移管されてゆき、ローベンフェルトは1801年に完全にアムトに組み込まれた。元々はビンマースバッハと呼ばれていた、バルトビンマースバッハ地区と区別するために、 現在の名になったは1306年に初めて文献上に記録されている。この集落はおそらくローベンフェルトによる開墾地であった。1330年以降ビンマースバッハはプファルツ選定校に貢献下に置かれ、1369年にはすでにアムトディルスベルクに組み込まれた。農民が所有する工作地が多くあったが、 相続分割に従って細分化されていった。その後、両地区は、プファルツ選定公領、ウンターアムトディ・イルスベルクのメッケソハイマー・ェントに属し、1803年にバーデン大公領となった。第一次世界大戦前には、バルトビン・マースバフ派で、国家自由主義が勢力を得た。1930年からは、国家社会主義ドイツ労働者党が第一党となり、 1933年の82%の票を得た。ローベンフェルトではバイマル共和制の終焉まで中央党が最も強力な政党であった。ロップバッハは1974年12月31日にバーデンビュルテンベルク州の自治体再編によりローベンフェルトとバルトビン・マースバッハが合併して成立した。ローベンフェルトと バルトビン・マース・バッハ・ロップ・バッハ・バルトビン・マース・バッハのプロテスタント教会ローベンフェルトは18世紀末までもっぱらカトリックの集落であった。1965年の時点でも3、4がカトリックの信徒であった。これに対してバルトビン・マース・バッハはプロテスタントの集落であった。第二次世界大戦後に難民を受け入れたことによりカトリック信者の割合は20%以下から 1965年には30%近くになっていた。バルトビンマースバッハ地区にある町役場ロップバッハの議会は議長を務める市長のほかに14人の議員からなる。ローベンフェルト地区、バルトビンマースバッハ地区、それぞれ7人ずつが選出される。エトガークネヒトが2017年6月12日から町長を務めている。ズ柄、ガラ、銀字と青字で左右に分割。 逆側の地色で塗り分けられた波体が両者を貫いている。その上に向かって左には紅葉樹と新葉樹がそれぞれ根を張った黒い幹と共に向かって右には先端が広がった銀の十字架が描かれている。紋章はローベンフェルトとバルトビンマースバッハの紋章を組み合わせたもので1997年にラインネッカー軍当局の認可を得た。波体は ロップバッハ川を象徴している。修道院教会ローベンフェルト修道院は12世紀に遡る修道院であり、やはり12世紀からの歴史を持つ、この修道院の教会はこの町に現存する最も重要な建造物である。歴史的な企業建築や農家の居住建築の中でも1846年建造のミュールシュトゥルブは特筆に値する。この建物は 遅くとも18世紀からこの広場にあったことが証明されている。ローベンフェルトにはこの他に円筒形の側等を持つカトリック教会や町役場がある。バルトビンマースバッハにはプロテスタント教会や1769年建造のバロック様式の牧師館の他にカトリック教会もある。町役場は近代的な機能建築である。ラートハウスシュトラセの 旧町役場は見た目でそれとはわからなくなっている。村の端には1781年建立の根ポム向く像が立っている。この建物が面しているハウプトシュトラーセ沿いには多くの歴史的建造物がある。以前は農業主体であった。この町はベッドタウンとして発展した。町には百八十箇所の職場がある。州道号線が町を貫いて、 走っている。近隣市町村にはバス路線が通っている。ロップバッハはラインネッカ交通連盟のサービス提供地域に含まれる。ありがとうございます。